エリマキトカゲは、爬虫高有林目アガマカエリマキトカゲ属に分類されるトカゲ。本種のみで、エリマキトカゲ属を構成する。オーストラリア北部、パプアニューギニア全長60から90センチメートル。尾が、全長の2、3を占める。頸部に、舌骨で支えられた左上の皮膚飾りがある。森林に生息する。樹状、セイだが、 採食などのために地表に降りることがあり、地表では格子だけで直立し走行する。危険を感じると襟状の皮膚を広げて威嚇する。主に昆虫を食べる。繁殖形態は乱生。飼育下では2から3月に1回に4から13個の卵を年に2回に分けて産んだ例がある。卵は80から85日で孵化する。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。飼育か繁殖個体が流通する。ケージは、大型のものを用意し、樹状と地表で活動できるスペースを確保する。低温に弱いためケージ内の温度は、高温を維持し、一部に、局所的な熱源を照射する。オーストラリアの2000ウント漁花には、エリマキトカゲのデザインが描かれていた。 日本では1984年に三菱、ミラージュのテレビ CM などで話題になり一時代流行となった。日本でのエリマキトカゲブームには戦国小一が関わっている。1984年6月15日にはエリマキトカゲが初来日した。当時のブームの影響もあり、流行便乗レコードとして、釜安博士、温度エリマキトカゲの真実、柏明。 元祖エリマキトカゲ温度。B と清し、E リマキト、影っ子、温度、林小馬あの、エリマキトカゲの歌などや、1984年放送の、時代劇、必殺仕事人法第39は、かよエリマキトカゲを目撃するなども作られている。しかし、当時60匹以上いたとされる、半数以上は密輸であり、野生動物保護の観点から国際的非難を浴びた。 ありがとうございます。